ディスコインフェルノのリングネームで知られるグレン・ギルバーティはアメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ブルックリン出身のイタリア系アメリカ人。1991年、プロレスラーとしてのキャリアを開始。ジョージア州を拠点とするインディー団体で活動し、GCW では中心選手となって活躍し団体内の王座を多く獲得。WWF。 アスはといった当時のメジャー団体にも単発出場した。1995年ヒールのショーマン派レスラーギミックディスコ・インフェルノのリングネームで WCW にデビュー。デビュー当初は WCW ワールドワイドでの前座出場が多かったが1996年にフェイスターンしたことによりプッシュされるようになりマンデーナイトローにも出場するようになった。 1997年には、アレックス・ライトと試合前にダンスでの勝負をするようになり、ライバル関係へと展開。9月22日のナイトロでは、WCW デビュー後初のタイトルとして、アレックス・ライトより、WCW 世界 TV 王座をダッシュした。1998年、再び、ヒールターンしライバルである、アレックス・ライトとダンシングフールズなる、タッグチームを結成。 タック王座には縁がなかったもののパロディユニットとして人気を博し、当時 WCW に参戦していたマグナム、東京が短期間、ダンシングフールズと共闘した。ライトとのタックを解消後は、ウォー・ウルフ・パック、ザ・ママルークス、フィルシー・アニマルズのメンバー入りを目論むもいずれも果たすことはできず、準、メンバー、あるいは、マネージャーとして活動。試合での功績では、 クルーザー級として出場し、1999年10月4日のナイトロにて、シコシスから WCW クルーザー級王座を奪取している。2000年、前年までベルリンのギミックで活動していたアレックス・ライトが従前のキャラクターに戻って復帰したことにより、チーム名をブギーナイツに改めライトとのコンビを再結成した。ダンシングフールズ時代とは違い本格的に、 タッグ王座戦線へ乗り込んだものの、負傷により、タッグ王座を獲得することができずに、イコーライトとのタッグは解消となった。2001年、崩壊した WCW を WWF が買収し、中堅レスラーの大半が WWF に引き取られる形で入団していったが、彼は契約することができず、ワウを経由してティネス参戦。ティネでは、 本名名義のギフテッド・グレン・ギルバーティをリングネームに SEX、ニューヨーク・コネクションなどのユニットの一員として活躍。2005年、ティネとの契約を解除され、ジョージア州とミネソタ州を拠点したインディー団体で活動。2007年にはティネと再契約し、レスラー兼ロードエージェントとして活動。2008年からは再びインディー団体での活動が中心となっている。 ありがとうございます。